はい、どうもケタです。今回ね、久しぶりのため池やってきました。とりあえず、ミディアムタックルね、1本でブラックレベルプラスプラッシャーはこれでいきます。水ないんやけど。工事？何これ？水ないねんけど。なんか工事。この、ここは絶対工事してますね、これは。バスは？生きてるんかな？どうなの？初めて見たんやけど。人歩いた跡あるな、ここに。っていうか待って、カバン忘れたわ。あかんわ、あのカバン忘れた。ワインドしか持ってきてない。ちょっと投げようかな。待って、こんなん、この池でこんなん見た初めてなんやけど。これどうなんやろ。水ちゃう、完全に水抜かれたんかな。ちょっと待って、ここ鯉とかおったかな。おったっけな、やわれへんかったよな。多分ここ鯉とかいないんですよ。まあ僕この池ね、中学1年の時に初めて来て、まあ中学1年やから何年前や、15年前に初めて来て、で中学生の頃はマジでこうメインフィールドというか、もうこの池ばっかり来とったんですよ。でこんな姿は初めて見た。っていうか減水したことすらなかった、今まで一回もなかったんですよ、減水が。でこれどうなんやろ。なんかね、そういやね、この間ルアーボックスの紹介動画撮った時あるじゃないですか。あの時ね、ちょっとこの池の下にもう一個池あるんですけど、その池で撮ってたんですけどね、なんか普段その池のインレットっていうか、なんか土管みたいなのあるんですけど、水流れてんの、この過去15年見たことない、見たことなかって、でなんかそっからジョボ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 って水流れとったんですよ。で なんかおかしいな思って、でその土管の位置がね、ちょうどあそこにある取水塔パイプの位置からの流れ込みやったんですよ。でもしかしたら水抜いてんかなとか思ったんやけど、まあ、その時ちょっとね用事やったんで、あの動画だけ撮って帰ったんですよ、ここ見らんと。で今日はねあんま流れてなかった。いやどうなんやろ、でもこういう池って完全に水抜こうと思うと、多分あのパイプだけじゃ水って抜ききれないと思うんですよね、多分やけど。抜き切られへんと思うから、どうなんやろな、死骸、魚の死骸もないし、完全に水は抜かれてないんかな、これ。どうなんやろ。マジわからん。どうやろ。どうなんやろ。わからんな。いや、池もね、結構その、3日だけ水抜いて、3日で工事終わらして、でパッとまた水増やすみたいなこともただあるんですよ。僕今まで結構そういう経験あって、そういうところね、だいたい3日水抜かれたらバスは死ぬんですよ、バスはね。で鯉とかギ、まあ、ちっちゃいギルとかはね生き残ってたりするんですけど、まあ、小バスもねその中で生き残ってたりもするんですけど、基本的にでかいバスは死ぬんですよ、酸欠とかで、まあ、鳥にもやられるしっていうのがあるんで、ちょっとね、そのカラカラの時見てないから分からへんけど、どうなんやろな、これ。どうなんやろ、マジで。生きてんのかな、これ。生きてんやったら、でもチャンスっちゃチャンスですよね、減衰してるんで。ただちょっとカバン忘れたから、今ワインドしかないですけど、しかもなんでワインドついてんねんってな。まあ、この間ちょっとね、ワインドで違うもん狙っとったんで。これどうなんやろ、マジで。水抜かれてたらめちゃくちゃショックやな。中学からの思い出の池で、
マジで僕は多分人生で一番こう池の中ではね、人生で一番好きやった池、大好きでしたね、この池は。まあ僕の動画でもね、ちょくちょく出てるんで、知ってる方は知ってるかなと思うんですけど。マジか。っていうか、こんなんやったんや。まあなんとなく地形はそら想像できるけど、できとったけど。うわ、初めて見たな、この景色は。ワインドなんか釣れんやろ。なんでワインだよね。ゴミつきまくりや。ゴミつきまくりや。いやー、ちょっとね、まだタックル取りに行ってないんですけど、せっかくなんで、なんか、見とこうかな。どうなんやろな。バス残ってんのかな。タックル取りに行って、また戻ってくるのめんどくさいんですよね。なんでカバン忘れたんやろ。マジで。まあ、なんでって、まあ、あるんですけど、カバン忘れることは。竿忘れることはあんまり最近減ったんですけどね。昔よかったけど。てか、そうそう。まあ、ここ、中学から来てたって言うたらあれじゃないですか。ようね、その中学の時にチャリンコで来とって、で、家からね、30分ぐらいかかるんですよ、チャリンコで。で、僕の、まあ、チャリ時代、中学生時代の時って、そのチャリンコで来るのに一番近い池がここやったんですよ。で、30分なんですよ。なんでバス釣りハマってんなっていうぐらい。なのにバス釣りが一番好きやって、中学の頃ってバス釣りしかしてなかったんですよ。今でこそね、海釣りとかめっちゃ好きなんですけど、その頃は、マジでバス釣りしかしてなくて、で、海釣りやっても全然面白くなかったんですよ。なんかわからへんけど。で、まあ、バス釣りばっか来とったんですけど、なんでハマったんやろなっていうぐらい。マジで。なんでハマったんやろ。こんな遠かったのに。30分ですよ、毎回。で、チャリンコの時代って、まあ、30分でこの池来て、この池から他の池に移動するのにも、まあ20分とかかかるんですよ。まあ近い池やったら10分とかで着くんですけど、まあまあしんどかった、だから。結構やっぱここは硬い土やったんやな。泥じゃなかったんやな。だから春はようここ釣れたんですよね。このブレイク沿い。で、やっぱこの辺がよう釣れたんで、で、この辺って見たことなかったんですよ、今まで。ただなんか硬いけど、なんかこの辺とそんな変わりないのにここだけやったら釣れるなと思ったらこういう石があったんやなっていう。こんな発見。おもろいな。おもろいけどこれ池水あるんか、じゃ水っていうか完全に抜かれたんかどうかわからへんからどうなんやろな、それが。どうなんやろ。ああ、ほんまここよう釣れたんですよ。でもこんなんとかザリガニの穴なんですよね、多分。ザリガニが入ってる穴で。どうなんやろな。これ、今回もこれで動画終わってまいすよ。釣りせんと。ああ、なんかこ、ああ、怖い。やらかいな。やらかいわ。これ、みんなでも結構歩いてんな。人は来てますもんね、だから。ってことは、これ、ハスも枯れたな、絶対。完全に。この辺ね、ハス生えとって。これ、ハスの茎か。これとか、レンコンみたいなやつ。これね。ハスの茎。終わったな。どうなんやろな。バスは残ってんかな。昔はね、このちょっとしたこのリップラップ、この護岸の終わりのこのほんましょっぱいリップラップ釣れたんですよ。その辺から、そーっと寄ってきて、ピュッてここに投げたらよう釣れたんですよ。いや、ほんまに思い出深い池でね。何喋ろうと思ったかな。まあ、マジでほんまにバス釣り覚えたのはここなんですよ。っていうのも、多分過去の動画でもね、話したことあって、この池でバス釣り覚えましたっていう。で、なんか特になんかいっぱいあるっていうわけじゃないんやけど、これね、昔は大雨が降ると、夏場とかね、まあ、春とかでも釣れたけど、もうすごい集中豪雨が降ると、この土管から水ブワーって流れるんですよ。この土管、点々とあるじゃないですか。3つあるんですけど。で、この3つの中で一番流れが強いのが、角の土管なんですけど、その角の土管から、ぐわーって水流れた時、カレントが生まれるんですよ。ほんだら川の釣りができるんですよね。マジで川の釣りができてて。で、そこにも土管があって、ここにも土管があるんですけど、この土管は、まあ土管が小さいゆえにね、流れが緩やか。で、まあ地形的にね、斜めの護岸に流れが入ってる。だから、地形がそんな良くないじゃないですか。
まあ、こうちょぼちょぼってこう落ちるだけだから、ほらチャンネルもできてない。ただそこの角ね、角に関しては角の地形に沿って水がブワー流れるから、ちょっとほらチャンネルできてるじゃないですか。ここでもうほんまになんか川で釣りとかできなかったんですよ昔。近くにバス釣れる川ないし、チャリンコやから、まあ川ってね、一番近い川で紀の川なんで、チャリンコで行こうと思ったら1時間半ぐらい、まあタワーに行ってましたけどね、チャリンコで、まあ月1回とか月2回とかチャリンコで1時間半かけて峠越えて行ってましたけど、まあめったに行かれへんから。でも川の釣りやりたいじゃないですか。で雨降った後はこっから水がドラー流れて、でここで水撒くんですよ。で昔はね、その辺にブワーってこうハスの葉っぱが生えてて、ハスの葉っぱのそのところに流れがぶち当たって撒く、その撒くところでポツポツ小バスが釣れて、やっぱりでかいのはここに集まるっていうね、この一番先端のヨレに集まって、まあめっちゃ釣れるっていう。でそれでまあ川の釣りっていうか、まあ、流れのヨレだったりとか、流れ巻いてるところにこうやっぱ魚集まるんやなとか、まあ、そういうのも分かったし、でザ・野池な感じだったんで、まあカバーもねところどころ点々とカバーあるし、で結構頑張ったらね向こうとかも行けるんで、でなんか硬い質と泥質ととかいろいろあって、でヒチモも生えたし、でなんか一時ウィードもねすごい生えた年もあったりとか、ウィードの釣りも結構ね覚えれたし、でそういうヒシモとかねフロックの釣りもできたし、全ての釣りをこの池でできたんですよ。だから僕結構ねそのバス釣りのルアーで苦手な釣りってなくて、結構ねその仲良くバス釣りしてる人とかも、バス釣りめっちゃ上手い人もおるんですけど、バスベイト苦手とか、チャター苦手とか、スピナーベイ苦手とか、でまあ他もね結構そのいろんな釣りがね、この釣り苦手やねんって人多いんですけど、この池のおかげでね、なんかいろんな釣りが楽しめたんで、結構その苦手な釣りっていうのがなくて、全部得意ってわけじゃないんですよ。ただその苦手意識っていうのはあんまりなくて、めっちゃだからね思い出深い池ですね。ほんまいろんな釣りが覚えれたというか、いろんな釣り方といろんなシチュエーションがあったんで、なんかそのこの池の方やったらまずラバージグスキッピングで入れてとか、でそっから、まあ、ラバージグスキッピングというか朝一とかやったらなんかここトップ投げたらこの岸際から寄ってきてトップ出たりとか、なんかもうそういういろいろできたんですよ。よう釣れたし、マジでこの池はねほんま思い出しかない。これが水抜かれとったらマジでショックやな。どうなんやろ、ほんまにちょっとそれは気になるな。いやーどうなんやろ。はい、ブレディ 0.9g でスーパーシックの 2.5 インチコロラドブレード、針は3番。やっぱこういうね抵抗のかなり軽いもの投げてるとき巻いてるときステラやばい、巻き心地がえぐい、めっちゃなんか気分ええですねほんまに。まあ、それはねステラの4000番ね持ってて海で使ってわかるんですけど、なんかやっぱ違うんですよね他のやつと。そらそうやけど値段考えてみて感じですけどね、値段えぐいんでそりゃ。スーパーシック 2.5 インチ 3g の10ヘッド、
たやろ、当たったよ。完全に当たったで今。よっしゃ、食った。よいしょ、オッケー。はい、ブレイディじゃ無理やった。スーパーセック 2.5 インチアジング用の 3g のジグヘッド、ただ巻き。はい、25ちょっとぐらいかな、30ないぐらいかな。はい、ありがとう。いや、食ったやん、やっぱり。さっきのもね、完全に当たりやったんで、ありがとう。釣れましたね。なんか静かに釣れたな。ブレディとかじゃなかったよな。ブレディもさっき結構投げたんですけどね、全然反応なかった。ブレードで多分ね、嫌がってる、おそらく。これに変えてから2バイト出るんで、静かな方がいいんでしょうね。静かに歩み寄る感じの、もうちょい軽くてもいいかもしれんけど、まあでも 3g やからこそ食うんかもしれん。結構スーって来るんで、気づいたら視界に入ってるんでしょうね。